お元気ですか？牧師見でございます。今回は前回に引き続きまして、プロ野球カード総集編第5回目限定カードでございます。後編の3冊、開けていきたいと思います。では後編の3冊開けていきたいと思います。それでは、このね、4冊目でございます。で、前編に引き続きまして、阪神タイガースからでございます。結構これね、集めました。ちょっとごめんなさい。今ね、これ手袋をはめてるのでね、結構ね、取りにくいですけどね。はい、で、ここからね、広島東洋カープに変わります。広島カープの方もね、結構ね、多い方かなと思います。で、こっからですね、横浜 GNA ベイスターズに変わります。太陽ホエールズ、横浜ベイスターズの方もね、含まれております。運よくね、同じカードが2枚出ました。はい、4冊目が終わりました。次、5冊目いきたいと思います。はい、次5冊目いきたいと思います。5冊目からはね、横浜 DeNA ベイスターズの続きでございます。
で、三浦監督でございますね。で、こっからですね、ヤクルトスワローズに変わります。これね、運よくね、同じ選手のカードがね、ね、金と銀とね、2つ出たんですよ。これはね、すごいなとね、我が自慢でございます。こういったね、プロトカードっていう、まあ、プロトっていうかね、まあ、写真もね、ございます。マスコットもね、ございます。スワローズのマスコットね、つば九郎くんでございます。で、こっからね、中日ドラゴンズに変わります。はい、5冊目が終わりました。次、最後の6冊目やりたいと思います。では、最後の6冊目でございます。中日ドラゴンズからの続きでございます。で、ね、退任が決まった、立浪和義監督でございます、ね、こちら監督でございます、
で、こっからがね、プロレスラー、ごめんなさい、プロ野球選手以外のね、カードでございます。で、プロレスラーの方と、こちらね、日本代表のね、選手でございます。で、こちらがですね、始球式カードでございます。始球式カードの中にもね、もしもこういうサインがついてたらね、めちゃくちゃすごい価値のあるカードでございます。で、こちらのね、2枚のカードでございます。で、さらにですね、こういった、アイドルのね、カードもございます。ね、ギバちゃんのね、あの、柳葉敏郎さんのね、カードでございます。で、バレーボールの選手に、これは、ごめんなさい、これは、ね、選手でございます。ごめんなさい、ちょっと思い出せないんでね。はい、すいません。こういったね、あの、地球式カードにもね、横バージョンも、ございます。こういった感じでございます。で、ハンドボールの、ハンドボールじゃなかった。なんだっけ、ハンドボールじゃなかった。ごめんなさい。ごめんなさい。思い出せません。すいません。で、サッカー選手とね、バスケットボール選手に、こちらがね、これは女子プロ野球選手のね、チェキでございます。思い出しました。ソフトボールのね、選手でございます。で、こちらがね、レジェンドの、鴨本邦茂さんと、ね、レスリングの吉田沙保里さんで、競馬ジョッキーのね、これは、今村騎手でございます。で、藤田菜々子ジョッキーもいます。で、こちらもね、有名な、方のね、始球式カードでございます。で、こちらもね、すご、始球式カードでございます。宇垣美里さんのね、始球式カードの直筆サインとかあったらね、欲しいんですけどね。まあ、あればの話ですけどね。で、これはね、ダチョウ倶楽部の肥後克広さんでございまして、こちらね、ロコ・ソラーレの選手の、これはプロットカードでございます。で、これ今村騎手のね、これプロットカードでございます。で、これがね、ラグビー選手でございます。で、ラグビー選手に、運よくね、同じカードが、2枚ね、出ました。で、これがね、始球式カードでございまして。で、こっちもね、あの限定カードでございます。おっと、ごめんなさい。で、あとはね、これは、フィギュアスケートのね、選手でもございます。で、競馬ジョッキーに、アイスホッケー選手に、で、もっとね、あの、バレーボール選手でございます。で、体操選手に、ね、ジャンプの選手でございまして、懐かしい山田マリアさんのね、カードでございます。で、横浜の筒香選手と、これは、バスケの河村選手ですね。川村選手ですね。ごめんなさい。噛んじゃってしまいました。ね、後からね、このカードはね、あの、整理していきたいと思っています。あとはね、まだ、何もありません。てな感じでございます。今後もまたカードを増やしていきたいと思います。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。